Hello. You alright? Oh,
品川まで行って、そこで交代が2時間。あ、そんなことも分かった。
しかも、ね、運営から友永さんお願いしますって言ってるのに、あ、しかもダメ、仲間サイドダメ。これでいきますね。それでワクチン3回目の接種すでに 60% を超えていますね。それから5歳から11歳の子供への接種が接種も現在進んでいて、この後生後6月以降にまで拡大されてきたことが出てきましたのですが、このコロナワクチン
自分で調べて、そして考えて、
っていうものは山ほどありますよ。添加物だって仕上げられないものもあります。人工甘味料の中でもアスパルテーム、これ本当に危険ですよ。常時食べ物に沿って仕上げると致命の危険があります。ステビア、これは不妊になると言われています。昔は避妊薬として使われていたこともあったようですが、そこまでの効果はなかったんですね。ですが、常用すると不妊になるぐらいの効き目はあるようです。ムステビアちゃんだから感染者の数何人になろうとも、皆さんの健康状態はすでに2019年以前の感染者の数が0人であってくると何も変わらない。こんな過去人類史上最も変わらない時代通称がコロナであるとの存在がありません。そして今東京都は10人に1人以上が感染しております。